いろいろこううちのクライアントの皆さんも、はい、まあ、ファイアしてる方もいらっしゃるんですよ、はい、でもじゃあ暇してること言ったら暇してないんですね、うん、結局そういう方は割と他の事業を見つけたりとか、はい、こんにちは、小屋さん専門税理士の渡辺浩二です。こんにちは、小屋店不動産屋の広田です。今回はですね、はい、ダメ大屋シリーズをちょっとやっていこうかなと思うんですけども、はい、で最近ですね、まあ、投資家さんの間でよく聞くのが、はい、ファイヤーってことをよく聞くんですよ。ファイヤーが、まあ、一つのこう目指す、まあ、ステータスというかですね、なんかみんな目指すっていうところで、はい、ファイヤーファイヤーって言うんですけど、はいはい、ファイヤーってそもそも何ですかねちょっとよくわかんない。ファイヤー打てじゃないですけど、はい、あのいわゆるファイヤーってのは FIRE ですね、ファイナンシャルインディペンデンスアーリーリタイア、リタイアーリーですね、これリタイアーリー、だから経済的自立、だからちょっと前に言ってた経済的自由なんて言ってらっしゃるんですよね。経済的自由を得てリタイアするサラリーマン、働くのやめるみたいなニュアンスなんですかね。はい、早期リタイアって言いますよね。まあ、一つ その不動産投資で、そうですね、ある程度キャッシュフローを貯めて、もうやめようとか、仕事やめようということで、ファイヤーを目指すっていうところで、言ってる方多いかなと思うんですけども、なんとなくですけどね、なんとなく、ファイヤーが目的というか、なんか今の仕事が辞めたくてファイヤーしたいっていう風に言ってる人も多いんじゃないかなって思ってるんですよ。現実逃避的にファイヤーしたいっていう風に言ってる人がいるんですけど、そういう人って成功しないんじゃないかなって思ってますね。そのだからよくその不動産投資やるのにね、目的はっきりしなさいよっていう話があるんですけど、そこにいわゆるファイヤーっていうのがですね、目的となりうるかっていう話なんですよね。私自身もですね、本当にいわゆる専業大家としてですね、4年ぐらい過ごした時期あるんですけど、まあ、サラリーマン辞めた、そうそうですね、サラリーマン辞めた時期ですね、で辞めた時はですね、結構その地田経営自身もあんまりいい状況ではなかったんで、空室がたくさんあったんで、辞めて最初の年は結構空室埋めるのにね、不動産屋さん回ったりとか、それなりにいろんなことをやって、でその後新築をやったんで、まあ、4年のうち実質1年ぐらいがその割と波風が立たないというかですね、まあ、専業大家さんをしてた時期なんですけど、別にそんなにこういいもんでもないし、退屈ですよね。はっきりそう、やることなくて、やることない、そうそうそう、もう暇でしょうがないんじゃないかなって思っちゃうんですけどね。すごくその会社を辞めるときはですね、すっげえ暇だから昼間っから映画見れるんじゃないかとかね、すごく思ったんですけど、意外とこう放り出されてしまうと、やることもあるんですけど、なかなかその趣味の方にもいかないんですよね。実際にじゃあ平日の昼間からですね、遊んでくれる友達いるわけじゃないし、で一回映画好きだったんで映画見に行こうかなと思ってもですね、なんかいつでも行けると思うとその気力が起きないんですかね。でこれ勤めてる時っていうのはですね、逆にこう一生懸命働いてですね、なんとかこう時間をやりくりして行こう、でそのやりくりした時間の中で見た映画っていうのはすごく楽しかったりするんで、そのバランスっていうんですかね、そのギャップっていうんですかね、一生懸命働いた後そのいわゆる余暇を過ごすとかね、そういうのがあって、ただその経済的自立でですね、ファイヤーを目指してですね、何するんですかっていう話ですね。そうですよね。クライアントの皆さんも、はい、まあ、ファイヤーしてる方もいらっしゃるんですよ。でもじゃあ暇してること言ったら暇してないんですね。結局そういう方は割と他の事業を見つけたりとか、はい、まあ、身体経営を突き詰めて、はい、 そうですね、そこになんか注力してるみたいな感じの方が多くてですね、自分のこうもっと やりたいこととか、はいはいはい、まあ、そこに集中できるっていうのはいいかもしれないですけども、そもそも今自分が嫌で特にやりたいことも見つからないっていう中でファイヤーを目指すっていうのはちょっとどうなるのかなって、まずそこですよね、うん、何がしたいのっていうことで、よくあるのが大家さん専業でやられてる方も一生懸命その DIY を極めるとかね、いう方もいらっしゃって、物件は全部自分で直しちゃうぞっていう方もねいらっしゃいますもんね。そもそもあれアメリカかなんかでね来たんですよね、なんか節約してとか。そこはいいかと思うんですけどね。であれで一番これからまあ不動産投資したい人に特にね、学んでほしいのは節約してお金を貯める。あそこはその不動産投資でも他の投資でもいいんですが、あそこすごい大事で、そうですね、不動産に限らず投資って種銭がないとどうしようもないんで、
そういう人に限って、うん、お金ない、貯めて何も言わず、なんか一発逆転を狙って、なんかファイアするみたいな。ですね。いや、それはちょっと無理だよっていう話ですか、ね、ほぼ一発逆転ってないんで、うん、きつい話をすると、そういう人餌食になります。あの、まあ、言っちゃいけないんだろうけど、いわゆるちょっとね、良くない方の業者さんとですね、餌食になるパターンなんで、過去にもね、皆さんももうご存知の通り、なんちゃらの馬車とかね、なんちゃら銀行事件でいっぱい起きてますからね、よく考えてやらないと怖いですよっていう話ですよね。ファイヤーどころじゃなくてですね。そうですね。きちんと目的を持って。そうですね。目的を。頭のファイヤーの手段。そうですね。本当手段ですよね。はい、ということで。はい、ありがとうございました。